やあ、みんな元気かい？僕、孤独のライダー。今日はね、レトロ好きにはたまんないとこ来てんだ。どう？この感じ、いいよね。ここはね、山を切り開いたとこにかやぶき屋根の民家が点在しているところ。僕にとってはあのキャラクターのとこより好きなとこ。ペンペングサ、なんか味あるね。秋風に心潤す木の葉かな。もう気分は詩人。これが孤独流。おお、この小道いいね。ひらひらと舞い散る木の葉と僕、あー癒されるな。複雑に人々の思いが交錯する現代社会、日々の生活に疲弊する人々、本当の自分を求めてさまよい歩く、そんな時ふらりと寄った名もなき食堂が男の心に響く。男はただ庶民的な味に癒しを求め、日頃の嫌なことを忘れて飯に食らいつくのだ。男は今日も田舎の素朴な味を求めて店を探すのだ。詩人になったつもりで歩いてみるか。ああ、言えるな。
今とは違う不便な暮らし、だけど心は豊かになる暮らし、自然と共に生きてきた人々、決して裕福とは言えない、与えられたものの範囲内で暮らしていく、それが本来の生き方のはず。だけどそれを忘れてしまった現代の人々、ああ僕たちはなんと愚かだったのだろうか。少しばかり心が豊かになったかな。哀愁に浸ってたら腹が減った。みちのく民族村からすぐ近くのところでラーメン屋発見。寒かったので味噌ラーメンだ。お、甘めの味噌だな。コクもあっていいね。麺は俺好みの細麺だ。スープがよく絡まってるな。しかし、みちのく民族村、すげかったな。だけど人いねえんだよ。秋の紅葉シーズン最盛期だよ。このラーメン屋さんの方が人多いよ。この動画見てる全国のみんな、よかったらみちのく民族村来てな。かやぶきの古民家が10棟以上あるんだよ。そしてね、ただで入れんだよ。ただだよ、ただ。いやー、気前いいね。ただより高いものはねえって言うけど、だから人来ねえのかな。俺の頭ではわかんねえ。全国各地にいろんな施設あるよね。多分あるだけであまり PR してねえよね。さっきのとこもそうなんだ。だって俺10年ぐらい素通りしてたもん。仕事で年に数回前の通りを走ってたのにな。なんてこった。
アイーン。